ての人間に疲れるなんて気持ち悪いよ。だけどみんな楽しそうだね。君と二人で繋いでこのまま盛り上げていくか。肩を当ててやく感情をこなして感じ、ちょっとずつの甘いビーツ、きつねの首感じる夏なんか聞く。みんな楽しそうだね。私もみんなと一緒に絶対一人で満月分でんで助かるベイブ。壮大な内輪乗りを歴史と呼ぶ。一旦抱かしめて待って、ここからがクライマックスだぞ。楽しそうだね。最後まで語りかける。